はい、お待たせしました。お、ミラボありがとうございます。OK。あ、ダメだ。履歴パッパッ。あ、キャンセル。履歴。が。みめぶここで ASKKKOTZ で検索待つ。これにしようかな。最近弾いてないと思います。あれ今押したよ。もう一。
省略。
今日の成果のお時間です。せーの、とけばよかったのに。もよし、テロップを変えます。はい、ハートありがとう。それでは通常配信スタートです。おはようございます。今日は7時30分までの配信となります。ハートありがとう。めちゃめちゃ寒いね。うん、でもちょっと寒いね。あー、ちょっと待って待って、コメントがなんか読めない。あ、あ、こんにちは、おはようさんちゃん。今日は仕事頑張ってね。明日は今日楽しみだね。いやー、ゆうかハート、いい感じ。おはよう、コヘミの海の随分順に来ちゃん、詳しいのゆくらぽんだよ。ねえ、本当にたくさんの情報をありがとう。通常配信スタート。ありがとうございました、はやさんちゃん。ありがとうございました、はやさん。12日連続配信ありがとう、はんちゃん。そう、じゃっぷりです。香川の女を好きになっちゃった、好きになっちゃうの、うん。おはようございます、おはよう。いえ、リカちゃん、あ、の日当たりが忘れられない。ジャギャーなんてことパーナコッタ、ありがとう、ごしゃん、キスも買いかんさ、ありがとう。それでは食べてください、スカンちゃん、おはんせー、どうも。そういえば、おととい夜配信の後、ちなみにおじさん、正面からけるこで仕事くれてくれ、嬉しいですね。が、出していこうぜ。すごいよ、本当に。
それはすごいです、すごいことなんです。はい、やっぱ今回もう人難しいな、やっぱりね、その一曲歌ってくださったってことじゃないですか、カラオケってことは。その一番だけか二番だけまだよくわかんないですけど、それって本当すごいことです。はい、なんか当たり前のことかもしれないですけど、やっぱ自分の歌ありを優先して覚えるじゃないですか。だから全部あの言葉が結構早い声出していこうぜを歌ってくださったっていうのはすごい嬉しい、すごいです。おはようございます、おはよう、お目覚めはグググ早さって、なんでそんな願いの、ありがとうね、おはよう、そんなことないよ、天使ありがとう、おはよう、おはよう、おはよう、声出していこうぜ、おはよう、カナさんと一緒に歌食べてくる、こいこいこいこ、おはようのニューのダンス見て、あ、見た、あの爆裂の TikTok だよね。はよさんちゃん、最近ここはという言葉にハマってます。あ、中に、おはようございます、今日も会ありがとう、ビッグハタリと指ハート、キュン、ありがとうね、指ハート基盤、お1100回、ありがとうございます。これからもたくさん見に来てください、 Thank you、 キラキラ、トロちゃんこれでありがとう、ケースミナのにセットありません、残念です、おはよう、おはようございます、朝から冷えますね、はい、朝晩冷え込んだら初雪が降る、おはよう、おはようさんちゃん、10周年バルーンありがとう、カロさんがうどんマウント撮ってくる未来が見えます、もう iPhone15 の高画質でうどんのことを撮影します、キラキラありがとう、ハートありがとう、はよう、ハートありがとう、キラキラありがとう、皆さんコメントにリクエストをくれたら探してて、おわ、お優しい、ハートありがとう、やっほー、ここは思い切って過去に行ってラーメンを食べてほしい、ラーメンも絶対美味しいのあるよね、おはよう、行けたこしゅ、ラーメンが忘れ物しないで大事よ、だよ、ケントに私服を着ていこうと、私服着ていかなかったらどういうことよ、あの捕まらない大丈夫、おはよう、焼きそばも食べたいね、焼きそば最近食べてないかも、食べたいかも、でもまあ一番はやっぱうどんですね、彼女ちゃんがないうどん食べるのこっちはみんなやばいやばいやばい感じが、ばうどんかきしめ食べてるだって、うん、うどん対決、彼女ちゃんたちの向こう水波ね、うどんありが好きになって、お嬉しい、急に変わるやつ、ね、曲調がねやつね、なんちゃって、どうぞどうぞ、忘れならないように行ってらっしゃー、はーい、気をつけまーす、グダゴシャン、ハートありがとう、レインボースターありがとうねー、指ハートするときに小指タッチやの、え小指ちょっと立ってた、マネージャーみんな意識するともうわからん、マネージャーみんな移動エリハで飲んだ売る日はないから、ジョンフェスフェラナイト2本しか持ってない方も、うん、最近うどんシリンク振れば大丈夫です、そういうことですね、うどん振りましょう、あのあそうめんみたいにちょっと束ねてもらってはい、そしたらあのペンライトの応用が効きますね、明日行くやつと、お久しぶりじゃーだって、おおカノンは初めてなのでとてもウキウキバクバク、おはよう、おはよう、長井くんのパスポート用意しました、用意しないですいかだごちゃん、7時30分終わり自分疲れるかも、あ本当に、うん、おはよう、グズルイさんのメイキング公開日、これが楽しみだね、そんなプンプンしないよ、ガンデさんの言葉に
ちゃんとあるからね、他にもね。うん、でもあの本当にうずりおじさん今日22時半だと思うんですけど、あのメイキングが公開されますのでぜひチェックしてください。はい、あのかもね、どんなメイキングがあるのか、ちょっとメイキングに関しては今知らないんですけれども、メイキングは上がりますので何かしら。あ、くまちゃんありがとうございます。はい、くまちゃん Thank you、 ありがとうね。くまちゃんどんなメイキングが上がるのか分かんないんですけれども、今回もねぜひたくさん再生してほしいなと思います。もうもちろん面白い内容をこれからどんどんね発信していきたいと思うんですけど、もうやっぱぐずりおじさんの存続のためにもう面白くなかったとしても面白くなかったとしても皆さんぜひ再生してほしいですねはい、もちろん面白いものを発信できるように頑張りますよ。でも面白くなかったとしてもやっぱり再生数をね上げて、うずりおじさんの今後に期待してほしいと思いますし、はい、そこに歌いに行くのか食べに行くどっちもだよそりゃ。おはよう、はたりがとう、ゆんきゆきさん、親鳥ひな鳥も食べて、鳥ねもう全部食べたい。ハートありがとう、おはよう、もう香川の美味しいもん持ってこいって言いたいくらい、もうすごく楽しみにしてる。どんな前食べるか、食べ過ぎて衣装入らないと困るので気をつけます。かとこちゃんハートありがとう、おはよう、なんちゅうとバラエツさんちゃんどうぞどうぞ、ハートありがとう。会場でうどん以外にもあるようなから口パパがやばいね。会場をさ散策できるのかな、したいんだけど。ハートありがとう、おはよう、明日は中国検定受けなかったらフェスしてって言ったのに、だってうわお、今度中国語でお話ししてすごくない、普通にいろんな語学喋るってすごいと思うわ。ハートありがとう、ダメシャンコーナーありがとう、キャキラありがとう、ハートありがとう、おはようさんさん、ハートありがとう。決めるのがペナルティーなの分かるかな、どうだろうね。まあその暗いとこよりはちょっと色がね見えづらいかもしれないけど、でも見えるんじゃないかな。本番直前にかの寝てくるって言っちゃダメ、そうだね、移動で寝ようかなハートありがとう、油断会場のフードコーナーバーガルメバー食べに行け、そうそうそう思ってすごく心配してます。くまちゃんありがとうね、改めて。加賀のグルメ、ピッピそば、そば飯、ピッピ飯、ごめん、そば飯のうどん版、あー、ご飯にうどんっていうコラボレーション、ピッピ飯だって、かわいい。ピッピー、おはよう、はたありがとう。結構じゃ気づいた、20分寝てくれ。それはあの本当にもう本当にちゃんと必要な睡眠、綺麗だね、ありがとうございます。さんちゃんうどんそんなに好きで、いやもうなんかね、うどん本当に正直な話うどんは好きですよ、もうめちゃめちゃ好きですけど、なんか好きな食べ物で何あげますかって言われたらうどんは入ってきてなかったんですね。ただもう香川本場に行くということでうどん熱が高まっちゃってるわけよ今そう、うどん熱が高まっちゃってるから、昨日メールにも書いたけど、あの本当に行くまでは食べないぞっていう謎のルールを決めて、もうすごく今うどんが食べたい、あれが溜まってるわけですね、気持ちが。ピッ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 10周年バルありがとう、花見でっていうか、福ちゃんさん欲しいなっちゃった、俺やるか、うん、先週だと天候やばくてそう走ってこどめじゃった、今週は大丈夫です、よかったよかった、面白い、そう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 、前回のメイキングを皆さんが多分たくさん
さん再生してくださって、そうちょっとね再生数が上がっててとっても嬉しかったです、ありがとう。まあ再生数が全てではないんですけれど、多くの方に届いたらいいなって思うし、やっぱ番組存続の危機がかかってますので、はい、さてお土産買ってきてね。あ、お土産ね、そうお土産買ってきたよね。メイキング毎日最終だけど、ありがとう。ちょっとどういうあれでフェールかかもわかんないんだけど、香川の B グルメでタコ版っていうのがあるんですね。大判焼きっぽい形で中にタコキャベツ、大判焼き、おいしそう。さっきのピッピ飯タコ版昼間でも若いであら短縮ペナルティをしたから任せて、もうとはいけること多かったっけですって。シュウ直しさないから大丈夫。はいよ、ガガグルメ、カッシャ焼き、みたいな目はたこ焼き、中身はカレー味の鶏肉、カッシャ焼き、なんかすごい美味しそうなものがいっぱい出てくるじゃん。 OK、 おごってくれるかも、おごってくださるかな。あれカノちゃんスタジオの隅の木橋に座ってるんやろ。だってもうあの分身がね、カノの座ってるから大丈夫。おはよう、さんちゃん可愛いですね、ありがとう、優しいですね。半袖短パンでかごいとこ死んでまうよ、してよく考えて、安心くときはそれではないかなって。まあそんなことがあったらとても嬉しいですけどね。はい、ハートありがとう、おはよう、タコちゃんチキラありがとう、おはよう、ありがとう、こんばんは、おばん焼き、たこ焼き、これはよくはみ出し食べたいわ。おはよう、今日は4分の遅刻ですけどね、ありがとう、いかたこしありがとう、瀬戸橋場だとないです。メイキングにしか見れない可能性にいたら再生数が爆上がりするから頑張ります。明日は行けないけど知り合いにグッズ買ってきてて頼んどいて。おお、そうグッズもねすごい可愛いんですよね、これがまた。おはよう、おはよう、ハートありがとう、キラキラありがとう、はよ、自分のフェスの設定に声出していこうぜ、自分の企画を考えよう、歌わない、どうかな、お楽しみに。自己紹介教えてください、ピピピピピ、おはよ、あとありがとう。そう、丸亀製麺も見つけたとしても今は食べんぞっていう。朝ごはんうどん、めちゃ魅力的だけど、うどんみたいなダンスってどんなダンスですか？オリーブ牛全部美味しそう。もう考え変えへんの時期、それは全然分からんけど、あのグズルーさんは常に危機だと思うので。常に危機なので、はい、安心は禁物です。うどんは香川あんまり食べないけど名古屋行きしじみ食べてこう。いいね、すみません、一人なんかも再生します、嬉しいです、ありがとうございます。グズルーさん、おはよう。やっぱいいとか悪いとかは分かんないけど、ちょっと再生数がこうピュッてこう上がってると、お、知らない人もお、なんか見てみようかなって思うきっかけになったりもすると思うので、はい、グドリオジさん、和三宝、そっか和三宝って香川だった、あー、この和三宝島のお菓子茶道クラブの時大好きだった。ダマシャン、こんなありがとう、珍しいお土産見つけたら教えてね、だってね、お土産とこ行きたいね。とすやとの仕事なんで香川に行きません、ゆう撮影も終盤戦、ハイティン頑張ってね、おはよう、グルメ喋ったらね、
画像見たらもうお腹すくうに決まってるよっていう。10周年バルーンとハートありがとうございます。おはようさんちゃん、レッドイルズ、ね、お土産にいいかもね。ハートありがとう。オリーブのそうめん美味しそう。今日はハイビジョンの日、ワイラのランジェリブンの日。ゆっくり食べる時間あるかな、どうかな。明日の帰りに2日の手伝いに行きます。だって2日3日、あれ楽しみですね楽しみですね。キュッタンテーマテーマテーマカラフルな多いカラフルなスイーツ作れないでふわっと溶けるだって。オイリー、なんかもう全部美味しそう。宇宙医さん、ジョフィス楽しんでくる。花丸だね。タコシャーン、宇宙医さん、かまちゃん、よしさやってね。本当に嫌で我慢しなきゃ。欲しいなっちゃった。あ、お前ね。あ、はい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 。あー。本当に嫌で我慢しなきゃいけないです。ありがとう、聞いてくれて。そうだろうね。彼女ももっと負けないようなこう返しをしていくぜ。みかのおはよう。きびだんごお土産にさんちゃん桃太郎ね。桃太郎、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。クリームにさすべて聞きながら毎回大学で発言し、そうそうそう、いつ終わるかわからないので本当に皆さん見逃しはいけないです。先生ありがとうの日、センキュー、いい笑顔の日、エクボの日。エクボはない、エクボはないですね。あんまり。おはよう、今日来た実はマリンライナーで橋を渡ったたのは早朝に1回しか見せ東京だからだと飛行機になるよね。あー、もう空で。おはようおはよう、ぐずい日、ぐずい再生してありがとう。まずもう本当ありがとう皆さん。新幹線カオンちゃんとそこに挟まる席なんてパパパーってもうパーティーモードになってるじゃない。もう時間、おはようハードマジで最初の実家に行っちゃおう。なんでやねん、ダンシャンがこうなんだ。ありがとう、いかだかしゃん。あ、くもお腹いっぱいね。ダムシャンこうなんだ、ありがとう。はよー、ハートありがとう。かなさん、この頃公演で共演されてきた明日どうかな。お、そうかもしれない。ツッコミもちょっとずつ上達してる。新幹線おかよちゃんと大丈夫、ひとりちゃん一人じゃないからですね、本当に。違う。アイス。君が私を守るから。すっかり38度の熱。うわ、高熱の平熱近くも下がって。え、38度。あ、平熱がちょっと高めなのかな。今日12で平。いや、本当に。大丈夫。38.8 はもうまだカノンから取ったら、カノンにとってみたらめちゃめちゃ高熱なんですけれども、長男上昇会参加する。ハタゴンさんのね、あのポストにも書いてあったんで間違いないと思うんですけども、あのチーム全員参加させていただくということで。おはよう、 MC のつくやがてのむしろまやさん、どうしようおはよう、ハイチニさんちゃん、チクーのイズバゲトピオグ、あ、美味しいよね。おはようおはよう、こんばん、うまいもん食べて楽しむぜ、イエー。今日もグズイさんメイキング見ながらぜひ見てください。追いついてきたね、あと5分ですね。不可能で40度しかもう不可能は許してほしいよね。おはよう、ミレイちゃんも楽しみが止まらないようによろしく伝えて。ダメだよ、
伝言は聞けません。はい、ということで今日はサンデスタイムちょっともう行っちゃおうかなと思います。早くね。それでは今日も13位さんです。もう少し話したいのに笑顔で見送るのなかなかな。 Thank you 12位さんです。ありがとう。11位さんです。アットマーク、温玉うどんで書きたかったのかな。横浜 Thank you ありがとうね。10位さんです。アットマーク横浜にカロンちゃん大好きミクハートありがとうね。そして9位さんです。ありがとう。8位さんです。アットマーク横浜ミニありがとう。7位さんです。あれ、あと7位さんです。アットマーク横浜ミニありがとう。6位さんです。アットマーク横浜ミニじゃありがとう。5位さんです。アットマーク横浜ミニおおでてんありがとう。4位さんです。アットマーク横浜ミニ大好き。タンキュー。4位、あ、違う。3位、餃子さんです。タンキュー。そして2位さんです。横浜ミニ、今後楽しみのリハも頑張って、頑張りよん。ありがとう。楽しみだね。そして、今日の第1位は、トゥル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 。ありがとう。1位素晴らしい。そして今日の8時分やお子さんはタラタタタ、どこかなどこかなさんです。あ、ありがとうございます。ぜひ頭がコメになっちゃってくださいね。キュッ。はい、ありがとうございます。ということでね、白髪は一瞬でしたね。はい、今日はこの T シャツでした。 You can say that again. That again. 君はできる言うことが、That again. OK、 もう一度それをもう一度言うことができると合ってる。ジムイのファミリー限定公演のリクエスト曲に見えすぎなく曲があります。ありがとう。もう一度言える。うどんを食べたいということで、皆さん今日はね、まだ、ぐずりおじさんのメイキングを見る日です。ぜひ皆さん、意味はその通りだよって使います。え、どういうことだろう。また X にポストしますね。メイキングをリンクを貼ります。どんなメイキングが上がるのでしょうか。皆さんお楽しみに。のどごしをね、楽しみたいね。トゥルッ。うどんの部屋にどういうこと？はい、ありがとう。皆さん見てください。下の配信はちょっと考えます。しかけんさんありがとう。では少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまた今夜ね。ありがとう。バイバーイ。オリーブのそうめん、おう、バイバーイ。あ、ちょっとまたの、またね、またごめんね、ありがとう。またね、いってらっしゃい。またね、いってらっしゃい。バイバーイ。元気に、はい、バイ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 。